今年度の20代部門の受賞者は池田美優さんです。 重大部門受賞となりました。今のお気持ち聞かせてください。はい、そうですね。あの過去の受賞者の方をあの見てもすごい方たちが受賞している部門だったので、まさか私が受賞できると思ってなかったので、すごく光栄です。ありがとうございます。 今日はミニスカートって言うんでしょうかねキロットって言うんでしょうかね、もう短いスカートで足を披露していただきありがとうございます存分に出してきましたやはりみちょぱさん池田さんというとみちょぱでいいですみちょぱでお願いしますみちょぱさんというともうすごくこう健康的でこう鍛えていらっしゃるイメージがあるんですけれどもやっぱりこうヒールを履く時っていうのもやっぱりその 体力とかも必要ですし、はい、立ち姿にも関係してきますよねそうですね、うん、でも私普段トレーニングはしてるんですけどあの多分もともと私の趣味がダイビングとかあのスノーボードとかで、うん、多分趣味でもともと足のを鍛えられてるっぽくて、うん、なのであんまり普段のトレーニングでは、うん、あの足は鍛えすぎないように。 やっぱりあのやりすぎると筋肉がすごく出てしまうのでほどほどにということで足はそんなにやってないんですけど<ー>多分趣味をやりながら自然に鍛えられてるっていうケアなどはしたりしていしいまそうですねあの多分皆さん分かってくれないと思うんですけど私日焼けが大好きなので本当おとといも日焼けサロンに行ってあのあ<ー>健康的な色にして、はい、そうするとやっぱ。 シュッと閉まっても見えますしまあだからこそ乾燥をすごくするのでもう毎日夏場も冬場も毎日ボディークリームにあのオイルを混ぜて毎日ちゃんと全身足も塗りたくってたくさんケアをしてますクリームだけではなくてオイルも混ぜるんですか、はい、やっぱりクリームだけだと私自身はなんか物足りない感じがするのでオイルを混ぜてたまに疲れた時はそのままマッサージをしたりとか、はい。 はしてますねモデルさんでもいらっしゃるので、はい、こう普段こう撮られる時にどんなこう角度でとかどういうふうにしたら綺麗に見えるかなとかっていうのありますかどう,どうなんですかねなんかあんまり閉じているのが私はでも今すごく落ち着かない状態なんですけど <laughs> 普段は結構なんか開いちゃったりとかするので。 でももともと綺麗でいらっしゃるから、もうどんな角度でもというのはあると思いますけれどもね。<laughs> はい、さ、はい、あもう本当に美しくて見とれてしまいますね。はい、はい、池田美優さんでした。ありがとうございました。